コックスバザールはバングラデシュ南東部のチッタゴン管区のコックスバザール県の県と。2011年の人口は223,522 22人で国内14位。世界最長の天然の砂浜を持つ海岸線で知られている。この砂浜は穏やかな勾配を持ちながらも途切れることなく続き、その全長は1 2 5トルにも上る。 バングラデシュ南東部に位置する、同国、第二の都市、チッタゴンから、南に、約150キロメートルの地点に位置する。パノアという別名でも知られており、これは、黄色い花を意味する。古く、パロンクとも呼ばれていた。今日ではバングラデシュでも、有数の観光地の一つとなっている。しかし、知名度の低さと交通インフラの問題から、2013年現在、 世界的な観光地とはなっていない。2010年代には、隣国のミャンマーでロヒンギャへの迫害が始まり、2016年頃には、退去、難民が周辺に越境してくるようになった。2017年、郊外に80万人の難民収容を視野に入れた難民キャンプの設営が開始。稼働すれば、バングラデシ国内に避難してきたロヒンギャが集められる見込み。 2020年現在もなお、ロヒンギャの難民キャンプが34カ所に設置されている同年バングラディシュ国内で新型コロナウイルスの感染が拡大すると、キャンプの警備が手薄になった隙にアラカンロヒンギャ救世軍のメンバーが入り込み、三日じめの徴収や兵士への勧誘を行い始めた。バングラディシュ政府は警戒を強め、キャンプ内の警備の再強化を行った。 ありがとうございます。